ちゃんとね、いい感じに蒸されてるわけですね。うどーんでいいんですよ。はい、じゃあですね、どうもー、リジョンお兄さん、料理です。ということでですね、今日はですね、限界の酒飲みにもできる超簡単、何もしないでもできる簡単電子レンジ料理、これがね、締めにまあ非常にふさわしいと思いまして、やっていきたいと思うんですけど、今僕が食べたいやつをやります。まずね、あ、カメラアングル変える、これあ、うん。リュウジのバズレシピ、材料紹介いってみたいと思います。まず、丸そば麺です。1袋 150g のね、丸ちゃんのやつですね。あと、豚ひき肉が 60g というキムチ、これ日本産の甘くてうまみの強いキムチでございます。これを 100g、 こいつを使って、あと、あの調味料もあるので、こいつを使ってやっていきます。酔っ払ってでもできるっていうことをもう僕証明するために、いい感じにいこうと思います。まあ飲みたいだけなんですけど、焼きそば麺を入れていくんですね。で、ここに豚ひき肉ドーンドーン、ズーもキムチドーン、はい。焼肉のタレはね、エバラの最近で、ね、黄金のタレ、黄金のタレ使った、これをね、大さじ1、はい、多分大さじ1ね。皆さん測ってください。僕は特別な訓練を受けてるので大丈夫ですよ。大さじ1、はい、大さじ1ですね。ごま油小さじ1、これちょっと多かったな、あ、でもいい、あの、ごま油を多ければ多いほどいいから。はい、この状態でですね、はい、ドーンってなってね、何分だっけ、5分かけます。この間に、あの、皆さん片付けしましょうね。2日目きれいにして、2日目きれいにして、きれいにして、これも片付けちゃいましょうね。YouTube で飲酒クッキングが中心になるとしたら僕のせいです。今後なるのがダメだから、僕は生放送はしません。生放送になったら何をして出すかわからないので、生放送はね、酔っ払ってない時にします。焼きそば麺ね、焼くのも美味しいんですけど、こうやって蒸しても美味しいですよ。焼きそばはね、みんなに焼かないでね、レンジで蒸すだけ、うん、僕もう小心者だからね、これ何万人に見られてるとすごくプレッシャーなわけですよ。変な包丁使いしちゃったかもしんない、あ、なんか変な調味料入れ方しちゃったかもしれないって、もうほんと不安、ほんと不安すぎて、ほんと不安すぎて飲まなきゃやってらんない。不安が解消される、気をつけて。はい、こんな感じでございます。じゃあ、まあ取るとこんな感じになるんですね。水分がないとね、うまく蒸されないんですけど、これはね、お酒を入れてることによって、ちゃんとね、いい感じに蒸されてるわけですね。ほらほら、こんな感じですよ。ひき肉がね、ちょっとね、固まっているので、ほぐしながらね、味が全体回ったなと思ったら、ここでですね、盛り付けなんてね、もう全然いいんですよ。こんな感じでね、はい、麺ドーンのね、うどーんでいいんですよ。酒飲みにはもうラーの油、レンジでできる豚キムチ焼きそば、完成でございます。さあ、それではですね、電話して食べていきたいと思います。いただきます。お前の力がどんなものか、俺があれ、あれします。いただきます。あん、あん、あん、めっちゃうまいね。キムチの香りと豚の香りもすごい立ってますね。焼肉のタレも非常にマッチングしてると思います。本当にノーズにくる、脳みそ。めっちゃ美味しい。マヨネーズ絞ってもいいと思う、これ本当に。チンするだけでこれ反則じゃない。これいくらでも酒飲めるわ、これ。もうないな。つまみで出した方がいいね。キムチが効いてて非常に美味しいので、お酒にも非常に合います。あと酒飲みの僕がお邪魔します。ぜひ皆さん、お召し上がりください。ごま油大さじ2ぐらい入ってます。
そうだね、うん、まあね、レンチンもの、あの焼きそばもそんなもんでいいんだよ、もう目分量でもそんなもん。ちゃんと測るのはもう料理研究家ぐらいだよ。